病院でよく聞くけれど副作用が便秘という薬を出された。今まで便秘になったことがない、むしろすぐ決壊しそうな堤防に悩まされ続けていたので気にせず服用していた。確かに効き目は抜群で、当初悩んでいた症状はピタリとやみ、ハッピーに過ごしていた。しかししばらくすると、今度はなんだか胸苦しい日々が始まった。座っていると息苦しくて辛かったのが、立っていても横になっても苦しくなり、食欲も落ちた。ついには息苦しくて寝つけなくなってきて、そういえば昔肺に影があるって言われたことがあるなど、重病が脳裏をよぎる。が、これら皆便秘の症状だった。苦しさの頂点の翌日からアウトプットされるようになり、だんだんと苦しくなくなっていった。食べたら出るんじゃない？という安易な考えや、めまいと焦りの中トイレを探さずに済むなんていいなぁという僻みが消えるような出来事だった。今にも出そうで悩んだことはあっても、出ないで悩んだことはなかった。自覚症状がお腹が苦しいとかお腹が痛いではなく、息が苦しい、胸が疲れると言う方に出たので、腸の問題にはなかなか思い至らなかった。1週間程度でこうなったよ。食欲がないから少なめにした食事も、途中で胸がいっぱいになって食べられない。便秘と公言している女性が暗い顔して少量の食事をつついている意味がよくわかりました。